変態すぎるデスク話は避けてきたんですけど、これは本当に時短力が凄まじいんで紹介させてください。ワンプッシュで電卓やら点キーになったり、音楽操作できたり、マクロも含めて自由自在にカスタマイズできちゃいます。さらにここからが本題で、動画編集、僕の場合はファイナルカットプロですけど、こういうクリエイティブ系ソフトとも深く連携されてて、作業効率が激増です。何が何でも時短したい、楽したい、時給上げたいって陰湿な欲望を抱えてらっしゃる同志の方はぜひ最後までご覧ください。はい、理想の書斎作りです。今日もデスクお疲れ様でございます。今回は理想の書斎作り流、左手デバイスの筆頭ループデックライブで時短しまくる方法と、厳選おすすめ周辺アイテムについてお話しさせてください。ズボラ IT 系企画職による、普通のデスクワーク、時々 YouTube 動画投稿的なサムシングに特化した活用事例なんで、あなたにもお役立ていただける部分は多いかと思っております。まずは左手デバイスとかループデックって何ってところをサクッとお話しさせていただきます。左手デバイスはですね、キーボードマウスに続く第3の入力デバイスです。外付け点キーとか外付けトラックパッドも左側に置けば左手デバイスですし、個性的なところではエルガトさんの配信者向けコントローラーのストリームデックとか、クリエイター向けコントローラーのツアーボックスとか、動画編集向けジョイスティックのオービタル2なんかも左手デバイスと言えると思います。それぞれ用途がカッターナイフとマサカリくらい違うんで、比較すること自体ナンセンスな気もしますが、総じて言えることはですね、アバンギャルドな見た目や操作方法だけがすごいんじゃなくて、ソフト面でもアプリと深く連携されるんで、よく使うショートカットをボタンに割り振ったり、複数操作を連続して行わせる簡単なマクロを設定したりなど、かなり無限にカスタマイズできがちです。とにかくいつもやる操作をめちゃくちゃ時短することができます。で、このループデックはフィンランドで2016年に主にクリエイター向けに開発されたものです。3機種あって、初代モデルのループデックプラス、これは主にライトルームを使った写真編集向けのようです。全部入りハイエンドモデルのループデック CT、 ガチガチクリエイター向けですね。そして最新コンパクトモデルのループデックライブがあります。それにしてもフィンランドにも僕のような小汚いおっさん在宅ワーカーって存在するんでしょうか。一人残らずつるっとしてて、優雅に特産品のキシリトールガムを買って、ループレックライブにした理由は2つあります。1つ目がボタンとつまみの両方で操作ができることです。ボタンの方はほぼ無限に機能を割り当てられますし、そのボタンを押したらどうなるかの内容も画面に表示できるんで、覚える必要がないんです。好きなアイコンをフルカラーで設定することももちろんできます。そしてつまみですが、これがもう一番の決め手でした。例えばクリエイティブ系のソフトでオブジェクトの大きさやら位置やらをパラメーターの数字で直接いじること多いですよね。まさか僕だけですかね。このつまみがあるともうサクサクです。パワーポイントなんかでも、例えばオブジェクトをこんな風に縦横にスイスイ動かしたり、パラメータをいじったりできます。マウスのホイールだと手の動きでポイントがずれちゃって、パラメータ操作がやりづらくてめちゃくちゃ困ってました。キーボードの矢印で操作できることもあるんですが、今度は変更速度が遅すぎてやっぱりストレスだったんです。つまみだと高速操作も微調整も直感的で自由自在で本当に最高です。もう一つの理由が、これは主観なんですけど、物としての質感完成度が高くて気分がとっても上がることです。全面カバーはアルミ仕上げで高級感があります。タッチパネル式のボタンもちゃんと振動で指にフィードバックしてくれるんで、押したことが分かるようになってます。つまみはコリコリです。いい感じです。USB-C ケーブルも取り外せるので持ち運びもしやすいです。前回の断捨離動画で捨てちゃったんですけど、箱についてもですね、 Apple 製品にもう少しで追いつけそうなくらいに美しかったですよ。それでは具体的な活用方法をサクサクご紹介させてください。正直言ってできることが多すぎるというか、ほぼ無限なんで、ここでのご紹介はほんの一部とご理解ください。まずは日常生活での時短術です。まずは日常生活での時短術です。M1 MacBook Air をクラムシェルモードで使ってるんですが、ログインはボタン一発です。わざわざパスワードを打ち込む手間をなくせます。このボタンにテキストの入力とリターンキーを押すっていう2つのアクションをこなすマクロを設定してます。音楽についてはボタン一発で Amazon Music を立ち上げます。つまみで曲送りをしたり、一時停止したり、音量も調節できちゃいます。他のウィンドウを開いてても関係なく操作できるんです。マウスとかキーボードだとアプリを開いて操作するみたいに、少なくとも2ステップ以上必要だったり、両手が必要だったりしますけど、ループデックライブだと片手でコリッと一発です。本当に小さな差なんですけど、一度こっちに慣れちゃうとやっぱりもう元には戻れないですよね。電卓もボタン一発です。1足す1は2、
これも電卓アプリを開く、天気ページを開く、計算アクションを開くっていうちょっとしたマクロなんです。電卓が画面に残ると邪魔なんで、計算が終わったら即アプリを閉じれるようにしています。物理ボタンの7にアプリを閉じる機能を割り当ててます。 iPad mini とか iPhone で電卓る手もありますけど、それだと気が散っちゃいますからね。思考の変態キーボードとして以前ご紹介した HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S の弱点が点キーがないことなんですけど、ループデックライブでこれを補います。一撃で点キーに変わります。気分を変えたいときはフィリップスヒュープラグインでライトをコントロールします。ヒューのライトはシリちゃんに声をかけたりアプリでも操作できるんですが、なんだかんだ手元で一発が一番手軽でよく使うようになっちゃいました。撮影用の照明もボタンでオンオフしています。オン、オフ。これは丁寧な暮らしガジェットさんが紹介されてた天才的な方法なんですけど、 IFT という連携サービスで Webhook という任意の URL へのアクセスをトリガーにしてスイッチボットを操作するというマクロになります。僕はド素人なんで、任意の Web ページを Webhook のために開く、1秒待機、コマンドプラス W でさっき開いた Web ページを閉じるっていうクソダサいマクロを仕込んでます。もっとスマートにスイッチボットを操作されたい方は、丁寧な暮らしガジェットさんの動画をチェックされてみてください。あらゆるシーンでめちゃくちゃ役立つクリップボード管理アプリのペーストは物理ボタンの1に割り当ててます。もともとはキーボードショートカットでペーストを使ってましたが、キーボードだとファイナルカットプロで使うときにちょっとした不都合がありまして、今はループレックライブで呼び出すようにしました。小指でポンです。物理ボタンの2にリターンキーを割り当ててますので、右手をマウスから離してキーボードのリターンを押しに行くことなく、左手小指だけでペーストまで完了できちゃいます。 Windows 整理アプリのマグネットのショートカットを物理ボタンの4に割り当ててます。普段はキーボードでそのままショートカット操作するんですが、時々 MacBook の内蔵キーボードで作業するときはこれがあると重宝します。オプションキーとかコントロールキーみたいな特殊キーの配列は外付けキーボードと MacBook で結構違ったりするんで、この混乱をループレックライブに吸収してもらってます。ありがとうございます。使用頻度が週1回みたいな、結構使うけど指に染み込むほどではないっていう微妙な立ち位置のショートカット、意外とありませんか？まさか僕だけですかね。僕の場合は画面キャプチャー、画面収録、絵文字、間違えて閉じてしまったブラウザタブの再開などをボタン一発で実行できるようにしています。続いて動画編集周りの時短を見ていきます。僕はファイナルカットプロですが、もちろん Adobe 大先生のプレミアプロなんかにも完全フル対応ですのでご安心ください。あと、もともと MX マスター3のショートカットボタンでそれなりに効率化できてたんですけど、言うてもボタンは5つだけですし、マクロなども仕込めませんし、やっぱり限界はありました。ということで MX マスター3とループレックライブの併用をお勧めしたいです。前提としてダイナミックモードっていうのがあってですね、使っているアプリを切り替えるたびにループレックライブの方もそのアプリ用の設定プロファイルに自動で切り替わってくれるんです。地味に素晴らしい機能です。理想の書斎作り的にはこれが最強最大究極の使いどころでして、それがつまみでマウスホイール的操作です。超地味でごめんなさい。ファイナルカットプロでオブジェクトの位置とか大きさを調節するときにマウスのホイールでやってるとマウス自体も動いちゃうんで、ポインターがすぐにピコッとずれてですね、本来操作したいところとは別のところがスクロールされちゃう問題が絶望的にストレスだったんです。だからといってキーボードの矢印キーでやりますと今度は遅いし、マウスとの持ち替えも面倒です。このストレスが左手デバイス探しの旅に出た最大のきっかけでした。おかげで今はですね、動画編集だけじゃなくて日常生活も含めて大きく時短できたので逆にハッピーです。どんな困難にも利益の種が隠れてるって近所のおばさんも言ってました。つまみでタイムラインの拡大縮小も自由自在です。これも本当に最高です。マウスとかキーボードだとやりづらいですよね。クリップの再生速度も一瞬で変更できます。とてもよく使ってます。一つだけ注意点があってですね、ファイナルカットプロでループレックライブをフル稼働させるには入力ソースを英語にしておく必要があります。日本語状態だと動作しない機能が多いです。日本語でテロップを打った後などは都度英語に切り替える必要があるということですね。僕は初めこれを知らなかったんでだいぶ絶望しました。ちなみに BGM の長さ調節だけのために Adobe 大先生のオーディションも使ってるんですけど、ここでもつまみが大活躍してくれます。マウスだとやっぱりすぐにポインターがピコッとずれちゃってめちゃめちゃストレスだったんです。設定カスタマイズは簡単です。専用アプリで各ボタンに機能を割り当てていきますが、かなり直感的に操作できる印象です。プラスでボタンに機能を割り当てます。ボタン位置の変更もドラッグで OK です。リアルタイムで本体にも反映されるんですぐに動作テストできます。指マークはボタンに割り当てる機能、回転矢印マークはつまみに割り当てる機能ですね。さて、それでは今からお待ちかねの恐ろしいデメリットもご紹介させていただきます。
この2ヶ月ちょっと毎日使い込んで感じたデメリットは全部で3つあります。1つ目がですね、日本語対応がまだまだ甘いところです。サイトやアプリ内でもちょくちょく英語が残ってます。僕にとって一番肝心なファイナルカットプロのアクションの部分がほとんど英語なのはちょっと困りました。これはどんな機能かなって都度試しながら模索している感じです。ここは今後のアップデートに期待ですね。あとタッチボタンの日本語表示も若干ダサいです。ただこれはボタンの文字数とか開業位置を工夫したり、あるいはオリジナルアイコンなど設定しちゃえばほとんど気にならなくできますけどね。日本の使用人口が1人でも増えてですね、日本向けの開発優先度とかマニュアルとかが増えるといいなっていうのがこの動画を作った一番の下心でございます。腐っても世界第3位の黄昏経済大国なわけですから、在宅オタク from Japan の意地をですね、オシャンティキラキラフィンランド野郎に知らしめてやれたら嬉しいです。2つ目がこれです。お分かりでしょうか。そうなんです、地獄の紐が生え散らかしております。打足のごとく、ケーブル嫌いの自分でも使わざるを得ないほどメリットが大きすぎるという事実が逆説的に浮き彫りになってしまっているのが悔しすぎます。最後は価格です。パッと見ウッとなる価格ですよね。同じくお高いキーボードの HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S を買う時よりおよそ2000倍は躊躇しました。僕がお伝えできることはですね、まず使用感や完成度は間違いなく素晴らしいのでそもそも心配はいらないことと、次に現時点で45日返品 OK らしいことと、最後に冷静に費用対効果を考えるとですね、少しでも写真動画編集みたいなクリエイティブ作業を行う方はほぼ間違いなくとんでもなく時短になるので、購入金額の元はすぐに取れちゃうと思われることです。僕の場合は月に3本ぐらい YouTube 動画を作ってるだけなんですが、1本あたりの編集時間が少なくとも2時間は短縮された感覚があるので、時給1500円としてもすぐに購入金額の元が取れちゃってます。日本語対応がちょっと甘い、優先という鬼畜の所業、役に立たなかったら半年は喪に服したくなるような価格、この3つを許容できるとお考えのハードコアな同士の方には間違いなくおすすめできるデバイスです。それでは快適に使い倒すための周辺おすすめアイテムをご紹介させてください。独断と偏見とリビドーがたっぷりすぎることは何卒お許しください。カルピオ 2.0 というマウス用のリストレストでループレックライブもカバーできます。キーボードとの持ち替えが腕を横に滑らすだけで OK なのでいい感じです。このカルピオ 2.0 は本来は右手のマウス用のリストレストなんですが、それを両手に使うことでキーボードと左手デバイスまで守備範囲を広げちゃうという荒技が可能になります。通常の板状のリストレストよりはるかに持ち運びしやすいという点も含めて僕はこの使い方をとっても気に入ってます。キーボードマウス左手デバイスの全てをノーストレスで使いこなすには1枚のデスクマットの上に乗せることをお勧めさせてください。理由はデスクの上の取り回しが圧倒的に楽ちんになることと、カルピオ 2.0 の滑りが良くなって快適になることです。余談ですがデスクマットも軽めの沼が広がっております。もともとグローブメイドの S サイズを使ってましたが、ループレックライブの投入により若干窮屈になりまして M サイズへの変更を余儀なくされました。これでも全然いいんですが、今度はちょっとだけ横幅が大きすぎる気配を感じたんです。あと幅が広いがゆえにですね、デスクの奥に押し込んだ時にモニターアームやスピーカーと干渉しがちでした。ということでたどり着いたのが橋本義士製作株式会社さんのデスクマットです。サイズ感が完璧なのと、手触りがグローブメイドよりも少し柔らかいのと、肉厚なふんわり感がエクセレントです。フェルトの脱毛が若干多い点と、色味についてはグローブメイドの方が好きなんですけど、サイズ感と手触りの点で橋本義士製作さんの方が上回ってるので今はこちらに切り替えてます。ちなみにこのデスクマットは日本の工場で一点一点手作りされてるとのことです。あとグローブメイドより価格も抑えられてますね。特に送料部分の違いが甚大です。デスク心が大いにくすぐられる素晴らしい一品と感じてます。ループレックライブを使われる場合はぜひコンパクトなテンキーレスキーボードをお勧めしたくなります。これは HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S というキーボードなんですが、打ち心地と基本性能が至高で本当にお勧めできます。気になる方はぜひ以前の動画もご覧いただけますと嬉しいです。ループレックライブを外に持ち出すときはケースが必要です。 MX マスター3とループレックライブの両方をケースに入れて持ち運べば、いつでもどこでも怖いものなしの It's My Mobile 書斎スタイルの完成です。僕はループレックライブをモニターを通して MacBook に接続してます。ちなみにウェブカメラもモニターに接続してます。モニターにドッキングステーション機能があるととっても便利ですよね。今回ご紹介したアイテムはすべて概要欄に記載しておきますのでご安心ください。ご質問やご意見なども遠慮なくコメントいただけると嬉しいです。僕自身ループレックライブを試すのにかなり勇気がいったんですけど、結論としてはですね、もし手を出してなかったら毎日どれだけの時間と精神力を無駄遣いしてただろうと逆に密かな恐怖を覚えます。デーブ・ルースという童顔の男性を知ってますか？アメリカでホームランを打ちまくった伝説の野球の神様なんですけど、実は彼は誰よりも多く三振を取られまくったおっさんでもあるんです。つまりはそういうことなんだなと痛感する次第です。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。理想の主菜作りでした。